こんにちは。暖かい毎日が続いてますね。ここ1週間出張が続きまして、ね、ちょっと辛い毎日だったり、運動不足、そう、すまん、悪かった。やめなさい、ね、水曜日火曜日の東京出張、ね、その後、まあ、金曜日にね、まあ、一昨日ですけれども、ね、はい、幕張ということでね、座んなさい、痛い。で今日はまあ雨降っちゃいましてね、ちょっと欲求不満気味なんですね。あ、悪かったね。どこも行けない。リクタ君、いい子にしなさい。あ、靴の紐が不吉な。これは。靴の紐が届けてしまいましたよ。ということですね。ね。ちょっと撮影に行ってくるから、おとなしく留守番しててね。ね。何しろ日帰りで、まあ、どうしても東京までは日帰りできるんですけど、さすがに幕張ということになると厳しいので、まあ、もちろんあの会場で1日立ちっぱなしですしね、久しぶりに葛西で、宿を取って、オートサロン行ってきましたけど、まあ、動画をご覧になっていただいたと思うんですが、まだまだね、語りきれないことがたくさんあるんですけども、まあ、おいおい、これはね、あのブログの方で、まとめさせて。そう、ちゃんとしっかり犬社員しなさい、ね、犬社員分かった、はい、じゃあ今日はですね、この後、高速道路を久しぶりに走るということで、お届けをしたいと思うんですけど、いけないのね、あなたは、ね、行ってくるから、折り越してて、ね、待っててください、待って、座れ座れ、はい、こだ、ちょっと待って、ね、行ってくる。じゃあ今日の動画をこれから撮ろうと思います。まあ普通の道路で走るということも大事なんですけども、やっぱり高性能車はね、高速道路の走行性能をしっかり紹介した方が、この胸のすく加速感とかですね、ロードホールディングなんかはランプウェイをこう駆け上っていくときにね、結構様子がよくわかりますよね。これは歴代のグレーの中でも僕はものすごく好きな色でですね、ダイヤモンドグレーというんですけども、まあ、ダイヤモンドがどうしてついたのかっていうのはよく正直なところわかりませんが、まあ、ダイヤモンドのようなきらめきを持つという意味でしょうかね。いろんなグレーがあるんですけれども、ヒットしたグレーではこの中でのミディアムグレーっていうのもあったんですけども、これはミディアムグレーの後に出てきた確かグレーで、ミディアムグレーはちょっとね、割と最初は良かったんですけど、甘い感じが良かったんですが、鮮度が長続きしないっていうね、そういうちょっと残念なところがあって、その後そのダイヤモンドグレーが出てきて、すごく車がね閉まりましたよね。で、まあ、高速道路バンバンに走ってもいいというね、そういうレベルに車仕上がってますので、ね、時間をかけてじっくり今商品するしかないという現状がありまして、まあ、新しい車ならね、すぐ
右から左へ売れるんですけれども、まあ、この BPBL 系に関してはうちもこだわりを持って商いをしてますので、やっぱり、まあ、食べてみてね、美味しいっていう状態でないとやっぱり売りたくないということになりますね。ね、ということでですね、まあ、今日は気温も高いのでサマートレイで十分いけると思うんですが、ウェットミートちょっとね濡れてきたのでね、気をつけていきたいなと思います。まあマイナーチェンジしてね、こういうランプになったというところがね、まあこの BP 系のねポイントでもありますね。結構ね、長く作った車ですので、その時代の中でエンジンのバリエーションが増えたり、まあというのはこれに 2.5 リットルの NI が入ってきたり、ノーマルインスインプスペNA が入ってきたりですね。ちょっと言葉がね出ない、申し訳ない。ノーマルアスピレーションですね。今日ちょっと疲れてましたね。さっき甘えてましたけど、昨夜もう出張から帰ってきた日って結構犬酒場でもう運動した後すぐそこで終わって体をきれいに拭いてあげて、そのまま一緒に七輪で焼いてご飯食べるんですけど、いろいろやりながら最後のになると本当なんて最初は興味津々で一緒のものくれみたいな顔してるんですけど、絶対やらないのでおやつやりながら一通り食べたら寝ちゃうんですよね。実は昨夜も一緒に飲んだんですけども、最近はバーッと暖かいところにこうポカットの熱浴びながら最後飲んでるとうつらーうつらーってする時があるんですけど、そうなるとあいつ面白いんですよ。そばにじーっといてですね、たまに心配になるとキュッキュッと引くんですよね。そんな関係が心地いいということでですね、ついつい、夜更かししたもんですから、今日はちょっと ATC カードを確認しました。ちょっとだけ疲れました。もう遅れて疲れがやってきたみたいな感じですね。すいません。ということでですね、言葉がちょっと出なかったりしますが、まあ、今度のオートサロンに行ってすごく感じたのは、それぞれの人が、まあ、確かに新車もやカスタマイジングということにも興味のある方多いんでしょうけども、やっぱりその時代その時代の車の、まあ、いいところを大切に考えている人たちっていうのはやっぱり相当の数いらっしゃって、その人たちがですね、どうやったら今使っている車を長く乗ろうかって考えているっていうこともですね、非常にね、思いましたよね。だから今内部品がいっぱい出てきてるんですけれども、その内部品を今後どうやってその調達するのかとか作れるのかとかいうことが、これからある程度その望まれてきてですね、やってやろうって思うところが結構出てくるんじゃないかなということをですね、すごく思いました。さすがにこのレガシーの出品っていうのは一台もいませんでしたけれども、まあ、このぐらいの年式のシビックですとか日産車ですとかトヨタ車ですとか、そういうものを題材にした出展結構ありましたよね。まあ、僕も全部回りきれてないんですけれども、まあ、本来モーターショーじゃないのでね、オートサロンというのはそういう場所なのでね、カスタマイジングしたりとかですね、ちょっと
う、違うっていうと変ですが、少しアウトローなこともいいし許されるし、少しぐらいはね、エッチなことのね延長線にあるようなことがこう繰り広げられてて、別に僕は何とも思わなくてですね、エッチってのは何かっていうと、前なんかはね、あのほとんどあのアダルト系のお姉さんじゃないかって思う人なんかがこうモデルでね来てたような気がするような時もあったんですけど、いやこれ面白いじゃないかと、まあ、本来車とその色気っていうのは結構整合性あるんですよね、まあ、最近あの行ってないんで分かんないんですけど、ニルの24時間レースなんか行くと、あのね、サーキットの見えるところにストリップ小屋があったりね、パドックでストリップ劇場のオーナーの、まあ、エントリーなんでしょうね、あのそこで踊ってるお姉さんたちがカード配りながらね、来てよみたいなね、さすがに行けませんでしたけど、でそこの参加してるレーシングカーのサイドにはね、ヌードの写真がビューンって貼ってあってね、いや面白いですよね、そういう、まあ、オートサロンのそういう魅力っていうのもあるわけでね、でそこに、まあ、あのメーカーがあの場所を借りてね、新車の発表やったっていいと思うんですよね、いいと思うんですけど、やっぱりあんまり場違いになっちゃうと、あのね、あまりも場違いになっちゃうとどうかなみたいなね、少し砕けた方がいいんですがね、なかなか最近はね、うるさいですからね、あれこれうるさいですからね、まあうるさくてもね、何言われれば平気な人とね、メンタル的にやっぱりあまり言われたくない人といるじゃないですか、それはそうですよね、人それぞれ個性がありますから、僕らが何言われたってそう答えしないんですけど、
よそのメーカーにはまた残ってるのもあって、スバルも BRZ だけには残ってるんですけど、残念ですよね。まあレヴォーグにいいとは言いませんので、まあ、レヴォーグももし作れば一定数売れるんでしょうけども、レヴォーグにとまでは言わないので、本当はもう一つセダンにあると随分選択幅が広がっていいかなと思うんですが、まあでもね、確かにあのスバルも分析してマーケティングしてるはずですからね。考えてみればやめるよって言ったんでわっと売れたんですけど、まあ、VAB も最後の、ね、WRX の6速マニュアルも最後は売れたんですけど、それ前は、ね、ポツリポツリとしか売れてませんでしたからね。仕方がないですよね。まあ、こういう、ね、ところをこう流してみるとですね、まあ、助手席からこう撮ってる画像でも分かるように、まあ、AT でも MT でもですね、大した差はないんですね。で、大した差はないんですけど、うん、やっぱりダイレクト感ですよね。なんともダイレクト感があるんですね。今こう3速に落としてこう。左右の手足がこうシンクロナイズしていくわけですけど、左右の手足 の, この シンクロナイズする感覚っていうのが好きな人にはたまらないんですね。楽器弾いてるようなもんじゃないのかな。僕は楽器はねもうずっとやってないんですけども、多分そういう楽しみに近いですよね。のお得意様の車ですね。かっこいいね、アウトバック買ってみるとね。やっぱりこれは X ウェイクか、じゃアドバック、ね、ごついこのほらこれかっこいいよね。やっぱりしばらくこっち来てないんで、桜クリニックさんで方向転換しますけど、こんな風に変わっちゃいましたね。 今までのペットホテルだったところがクリニックになってますね。ここ更地になって駐車場が広くなったな。入りやすくなりましたね。川本先生またよろしくお願いします。おかげでね、リクト元気なのでね、あの1年の診断と予防接種ぐらいで、最近はね反骨炎も出なくなったし、おかげさまで元気にやってますけどもね、いざという時の主治医がねいるのはありがたいですよね。まあ生まれた時から真鍋さんのところで生まれて、国際犬訓練所で生まれて、その時からずっとあそこが主治医なので、それで僕もお任せすることにしたんですけど、いい先生ですよね。さて高速道路を使って戻ります。まあ、今本当に肩慣らしみたいな感じでね、来たのはちょっとね今日は道が混んでまして、BP の良さをここで、ここはね難しい道です。このエナーインターチェンジのですね、下り方向っていうのはすごい難しい道なんですね。今サードで入ってますけど、なんで難しいかっていうとですね、中津川インターチェンジよりもうーんとね意地悪なねこのカーブなんです。ここが
からぐっとまた入るんですよ、これで、アクセル上げると外に出てくるでしょ。その人たちが言うんだからも間違いないですね。それが答えだったのかなとね。日本じゃダメですね。
ンセプトで置いてあったので、そいつが何か一つ隠し技があるのかなって聞いてみたんですけど、要はレギュレーションがまだ日本自動車連盟のレギュレーションがね、今年のはっきりしてないんで、シーケンシャルミッションのドグミッションですね、あれを乗っけていいのかどうかっていう、まだ結論に至らないので、中身何も入れないということで、車体だけで空っぽの車でしたね。で、まあ実質的にその鎌田拓磨さんとか乗ってた車なんかももうみんなドグミッションがいて、シムスレーシングが作ってましたから、それと同じものが今度出るだけで、車が新しくなって出るだけで、なんら珍しいことはありませんでした。で、車はできてるので、こういうレギュレーションが決まれば、なんかね、まあ、これはオフレコの話なので当てになりませんけど、ヨーロッパのね、競技用のトランスミッションを、いわゆる真剣車のミッション、昔からあるやつですね、それを乗せるということで、市販車とはもうまるっきり違うので、それを市販車に展開することもないというね、そういうね、ことでした。まあですから、ちょっとね、ひょっとしたらなんて思った人もきっとね、いると思います。わざわざね、あんな、アンベールするっていうね、布がかけてあったんでね、おわーっと思ったんですけど、なんてことはなくて、ちょっとそれは期待外れでした。まあ、やっぱりですね、マニュアルトランスミッションが今後出る可能性はなくなりましたね、これでね、しばらくね、出るっていう断言はできないんですけど、もう BRZ しか買うことができないので、まあ、マニュアル持ってる人は大事にね、乗ってください。もうそろそろいいやって思ってる人は手放すにはいいチャンスかもしれませんが、まあ、そろそろ値段が下がってますのでね、今ちょっとバカみたいに高騰していた価格が急激に落ちてますんで、車、まあ、僕ら商売しててこのこと言うのはおかしいかもしれないですよね。少し値段が下がってきてます。まあ、僕らもだいぶ買えずに、苦労してたんですけど、少しはチャンスが広がるかなと。まあ、これもそんなに高い車じゃないのでね、手間暇かけて商品化してますので、こういうのを見られていただくのも今がチャンスかなと思います。前から持ってる車をゆっくり仕上げてますので、まあ、とにかく焦らずね、焦らずゆっくり、マイペースで少し仕事しようと思ってます、ね、焦ってもね、ろくなことはないです。ということで戻ってきましたけれども、はい、日曜日の今日はリクト君出勤でですね、実にね、なんか寂しそうな顔してましたけど、あいつもね、ここに来るのが楽しくて、で、まあ、今月も火曜日にお休みをいただくということがあって、これはもうシフトの都合上どうしてもしょうがなくて、で申し訳ないんですが、この後も若干火曜にお休みをですねいただくようなことが出てくるんですけど、そういう時も、可能な限り何もなければですね、僕は会社に出てきてリクトをここに据えて、ね、下にお客さん来るとあれ教えてくれますからね。で、上で僕仕事しながら一日頑張ろうかなと思って、まあ、昔はそういうスタイルでずっと仕事してましたんでね、またしばらくそういう風に、まあ、休みもね、やっぱりきちんと取ってもらうのは当然いけないんですけども、少しね、今月連休2回取ったんですが、僕はどちらにしても仕事してましたけど、10日の日出張行って帰ってきて、11日の日にお昼頃ここに出勤してたんですが、結構いろんな方がいらっしゃって、まあ、それなりに忙しかったので、まあ焦らずのんびりと、ね、ちょっとリフトも落ち着いてきたのでね、協力してくれる人もいますので、もちろん、と一緒にこうこの城をね、守っていこうというふうに思ってます。ちょっとね、2023年の幕開けはどうもその全体の話の様子を聞いてると、
やっぱりちょっとね、景気がね、先行き不透明ということで、いろんなお店の話を聞いても、これはあのスバルじゃなくて、この間の船井総研の話を聞いてこうまとめたところを見てもですね、これはちょっとね、波がね高そうですのでね、そういう時こそじっくりゆっくり構えて頑張りたいと思いますんで、まあ、皆さんね応援をよろしくお願いしたいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。